みんな聞いてくれ。この大会での私たちの目標は優勝と仕事の確保、この2つだ。優勝はともかく、仕事の確保はどうすればええんや。問題はそこだ。 YouTube を利用するにしても他の忍びよりも目立たないといけないのだが、普通の動画サイトだと〇〇してみたとかのやってみた系動画が人気だよね。〇〇してみたか。忍びがコンビニでバイトしてみたっていうのはどうだ。それって面白い？っていうかまんまじゃない？そうか。みんなも何かアイデアはないのか？えい。日陰さん、急に私の胸を触ってどうしたのですか？ヨミさんのおっぱいを揉んでみたっていうのはどうや？わし、感情がないからよくわからんけど、世の男たちはこういうのが好きなんやないか。ダメダメ、エッチなのは運営に削除されちゃうよ。宣伝にもならないって。そうか、難しいもんやな。だったらどうすればいいんだ。私たちが目立つ方法はないというのか。そんなことないわよ、ホムラちゃんにはあれがあるじゃない。あの面白いネタが。面白いネタ？芸人じゃあるまいし、私はそんなものは持っていないぞ。持っとるで。ありますわね。ホムラのあれならきっと目立つって。さあ、次は予選2回戦だよ。お前たちまさかあれを私にやらせるつもりなのか。行くぞ。手にとって不足はないな。4、3、2、1、 BBS ナウオンステージ。ホムラちゃん、忍びとしての仕事が欲しいんでしょ？もちろんだ。ならやることは分かってるわよね。しかし何よ、前はあんなに自信満々にやっていたのに。それはだな。当然のことだ。ネタを披露など本当はやりたくなかった。どうして？前はあんなにノリノリでやってくれたのに。考えてもみろ、お前たちは私のギャグに慣れている。しかし
忍びのお偉いさんたちは私のギャグは初体験だ。耐えられると思うか？嵐のような私のギャグに。もし笑いすぎて心臓発作でも起こしたら忍びの仕事どころではなくなる。私はそれが心配なんだ。バカ言ってないで。ほらカメラが来たわよ。やるしかないのか。はーい、 YouTube ご覧の皆さん、私はホムラです。いきなり変な日本語。では勝利を祝して一発芸をやります。すぐ元に戻った。わけわかんないわね。待ってください、ホムラちゃんが6本の刀を取り出しましたわ。出るで、あの技が。ホムラ流携帯模写術、ひよぎかにからのいつもより多く回しております。よし、目標達成だ。